この研究所にいるモンスターって変わった種類が多いわね。フェンデルは生物兵器の研究に力を入れようとしていると聞いたことがある。ここはそのための施設なのかもしれないな。こいつ今までのやつより強そうだぞ。やりましたね、教官。ああ、アスベルもなかなかだったぞ。